はいどうも、トシボーイズの部屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日おすすめするのは、はい、クエダム、禁断の都市怪談。これ何かっていうとですね、うん、まあタイトルにもあるようにですね、うん、まあ都市怪談ってされてるんですけど、うん、都市怪談ってあんま聞き馴染みない、ね、あんまり聞き馴染みないじゃないですか、うん、まあ要はホラーなんですよ、はい、なんですけど韓国のホラーでして、うん、韓国の映画のまあ、ホラー映画というかね、韓国のホラー映画、うん、まあ面白いですからね、韓国のホラー映画は、うん、ただねこれオムニバスでして、うん、いわゆる日本でいうところの世にも奇妙なとか、うんうんうんなんかそういう、あるじゃないですか、ショートホラームービーみたいな。鳥肌とか。鳥肌とか、まあそういう、ホラーアクシデントとかでしたっけ、うんうん、いわゆる、1話完結で、しかもすごい短い尺っていうタイプのやつなんですよ。おーや、面白そう。あんまりだからね、この上位に食い込むっていうタイプのものではないんですけど、意外と見逃されるんじゃないかなと思って、はいね、ここでちょっと紹介しようかなと。はい、思ったんですよ。お願いします。で、まあ、皆さん結構、ホラーというか、うん、怪談とかも好きな方多いみたいなので、いや、多いですよ。これがどんなものなのかっていう、うん、おすすめするべきところ、うん、そしておすすめしないところと、あるんで、しないところまあ、その辺をちょっとね、解説していこうかと思うんですけども、はい、まずこの話がですね、うん、韓国の都市伝説とか、怪談、うん、学校の怪談みたいなのって、うんうん、まあ、あるんですよ。日本と同じように。はい、で、その有名な多分ね、都市伝説を元に作ってるんだろうなっていう感じなんですよね。ジャッジではあるあるなんだ。そうなんですよ。だから、1話目がですね、はい、月っていう。隙間とかの。隙間の月。ね、あんまりどういう話なんだろうって、それだけじゃわかんないと思うんですけども。うん、強気やなと思いました。それがですね、まあ、受験の話なんですよ。うん。で、受験の、うん、まあ、受験校というか、なんていうの、進学校。進学校にいる、女子高生が、1位と2位争っている子がいて、で、1位の子が、ちょっと亡くなってしまった。なんでよ。で、そこから始まるんですよ。なんで亡くなったの？で、教えてよ。で、その、2位だった子が、まあその、繰り上がりでね。まあ繰り上がりというかね、まあまあ、で、その子は、結構賢いんだけど、ちょっとなんていうかな、不良っぽいところもあって、そうなんだ、うん、授業をちょっとサボるような形で、トイレに行って、はい、タバコを吸うみたいな、要は一服吸うみたいなところがあるんですよ。でも2位なんだ。で、そうそう。で、まあ、その子が、うん、そのトイレに行った時に、ちょっとした怪異が起こるみたいな話なんですよ。簡単に言うと。はいはい、でこれが大体ね、本尺で言うと、本編だけで言うとね、うん、5、6分の話なんですよ。すごい短くて、うん。で、今ね、僕話した時に、あなた引っかかったじゃないですか。うん、なんで、うん、その子死んだんだよっていうところ、そこ全く語られてないんですよ、うん。で、やっぱり気になるじゃないですか。うん、そうそう、普通に考えて。それが、要は、韓国では、実は受験っていう、うん有名な都市伝説があるんですよ、もうすでに。それを確実にモデルにしているんで、はいはい、その序盤に重要な部分っていうのは全部カットされて、うん、説明されずに話が進んでるんです、うん。だから日本の人が見ると、はい、え？これちょっとなんか抜けてない？っていう風にちょっと見えるんですけど、うんうんうん、そうかそうか。でも韓国の人が見たら、あ、あれの話も、うんこういうモデルバージョンにして描いてんだっていうのがすぐわかるから。あれの実写だっていう感じだ。そうそう。うん、で、まあそれは描かれてないんですけど、まあ簡単に説明すると、うん、A 君と B 君っていう男の子がいたんですよ。うん、受験っていう階段では、うん。で、その男の子がまあ1位。A が1位、うん、B が2位っていうのは同じ設定。うん、で、ある日、その残って勉強をしていたら、うん、A が息抜きにちょっと窓を開けて、うん、うわーってこう、伸びだ。伸びをしてたら、うん、その B が、こいついなくなったら、うん、俺1位になれるんじゃないかっていうことで、うん、その A を突き飛ばして、で、落下事故というか、まあ、でも頭から転落して死んでしまうっていう話がちゃんとあるんですよ。ひどいな。そう、ひどい、ねうん。で、そこから、まあ、亡くなった A が、うんちょくちょくその B の元に訪れてくるみたいな話なんですよ。うん、でもそれがありきで、その、好きっていう話が女子校バーになって、うん、語られてるっていう。そっか。うん。だからまあそのオチはね言わないけど、まあその流れを組んでちゃんと作られてるんですよっていうのがあるんですよ。うんうんうん、A 来るじゃん。
うん、A は来る。A は来るんだ。A は来るけど、どう来るかが。そっかそっか。面白いところ。上からとか下からね。うん、そう。ね、で、これがね、で、うん、僕全体を通して思ったことがあって、うん、日本の階段ですごい似たのいっぱいあるんですよ。うん、だから、韓国でも、おそらく同じようなシチュエーションの階段って多分流行ってるんですよね。うん、多分同時期ぐらいで、うん、で。どっちが先とか後とかわかんないですけど、うん、はい、やっぱり同じシチュエーションものが多くて、うん、例えば2話目なんて言うと、うん、あの、タイトルは、うん、目的地なんですけど、目的地タクシーに、おっちゃんが寝てたら、うん、知らない女が、後ろに客席にパッと乗ってるみたいな、うんうんうん、聞いたことあるようなシチュエーションなんですよ。そうですね。他のでも言うと、うん、異世界エレベーター。おーおー。あるじゃないですか。異世界に行くエレベーターの話、うん。あれもまんまそのまんまシチュエーションでやってるし、だから、日本でも知られてる階段を、うん、まあ、やってるような感じがあるんですけど、うんうん、ここが違うっていうのがあって、うん、韓国のこの階段というか都市伝説、うん、みんなきっちりやってるんですよ。あの、やってる最後にかますんですよ、ちゃんと。ここが俺が大きく違うと思ってて、日本のそういう都市伝説階段って、はい、最後どうなるんだろうで終わることが結構多いじゃないですか。ああ、意味不明系っていうよね。うん。うん、あの、最後、こう、例えば、霊とバシッとこう 目があって、はい、キャーで終わるみたいな。はいはい、この後、じゃあどうなるんだろう、自分でこう想像して、膨らまして話面白くなるってやつなんですけど、それがいいですよね。これ韓国の面白くて、うん、そこの、その後どうなるかをきっちり描くんですよ。うん、これ結構俺勇気がいることだと思ってて、うん、その、ね、想像に任せれば、うん、もうやんなくてもいいし、その決着自分でつけなくていいんだけど、うんうん、この韓国の人は、きっちりと、化け物が、何かをちゃんとしてくれるっていうのがあるんですよ。そうなんだ。で、そこが、俺は、めちゃくちゃ笑ったポイントだったんですよ。笑っちゃうの。これもうね、うん、面白い、こう来るんだって。ああ、それは見ないとな。ほんと去年の夏の話なんですけど、うん、僕ら二人とも、そのショートホラーの脚本を結構書いたじゃないですか。うん、100本、200本書いたよね。書いたじゃないですか。うん、で、ほとんど俺が書いたのと、全く似たような設定のやつとかも出てきたんですよ、うん。ほとんどね、あの、そう、怖がらせるところも、ポイントもほぼ一緒みたいな、被、ったっていうのがあったんですよ、一、うんうん、個。で、ただその、落ち、大落ちが、うん、もう俺には絶対、うん、思いつかない終わり方するっていうやつがあったんですよ。うん、何これっていう、うんうん。こう終わらしちゃうんだ、この世界観っていう、はいはい。そこが僕はね、すごいこれを見てて面白かったんですよ。うん、だから皆さんもしかしたら見た時に、既視感がある設定とか、うん、あ、これ日本のあれの話じゃんとかって思うかもしれないんですけど、最後のその手締めの付け方、うん、僕はそこに注目して見ていただきたいなと思ったんですよ。まあいろいろあったんですけど、はい、完全にまあ日本では聞いたことないような話っていうのが最後のラストにあって、うん、でそれが、シャーマンの話なんですよ。シャーマンは確かにいないもんな。そう。うん、いや、韓国ではシャーマン結構、うん、あの昔からいて、映画でもね、たびたび出てきますよね、うん。で、それがね、すごい設定がまず超いいんですよ。うん、あるシャーマンが、はい、もうね、韓国のシャーマンの中で、昔のシャーマンの中で、うん、おまじないがあると、うん。あるおまじないがあって、それがすごい凶悪なおまじないだと、うん。どんなおまじないかっていうと、子供を、うん、幼児をさらってきて、で、そのシャーマンが餓死寸前まで追い詰めるんです、うん。で、ギリギリまで、その、餓死寸前になったらちょっと飯を与えて、うん、餓死寸前になったら飯をちょっと与えて、みたいな、うん、飼い殺しにして、はい、で最終的にその、子供を、うん、壺の中に入れて、殺すんですって、うん。はい。で、その殺した、その、儀式みたいなことによって、うんうん、その、霊を、子供の霊を自在に操れるっていう、おまじないがあるみたいな話なんですよ。うんうん、犬神の作り方と一緒っぽいですね。あ、そうそう、ちょっと近いね。うん、ね、で、だからそういう、で、それはね、なんかね、昔の文献みたいのが出てきて、うん、これ、ここから出てますみたいなのあるっていうことだから、多分本当にある話っぽいんですよ。だから、そこがもう、始まりが、あ、これ面白いって、うん、急にテイスト変わって、学校の階段からいきなりシャーマンの話が最後、ポンって出てくるんですけど、うん、でも、それが、僕が見た中では、この10話ぐらいの中で一番面白かったです。うん、いやいや、面白そう、それはすごい。うん、で、これ、うん、全部オムニバスで関係ねえ
みたいな話が続くんだけど、うん、よくよく見ると、結構、あ、リンクしてる。ちゃんとリンクしてるっていうところもあって、そこはすごい、あ、気づかないところわかんないけど、はいはい、面白い入れ方してるな。鳥肌っすね、じゃあ本当にね。そうだね。うん、だから鳥肌を知ってるか知ってないかわからないけども、うん、あの、よくできてる。うん。うん、あ、見ます。で、すごいね、あの、短いっていうのが、うん、とにかくいい。きついじゃん、ホラーって。つまんないの。つまんないのはね。もう、ただただ耐える時間になっちゃうから。うん、面白いのも永遠に続けて思うけど、つまんない、うん、確かにつまんない。これね、すごい多分、うん、中には、クソつまらんって思うのがあると思うんですけど、うんね、でもそれも我慢できる尺なんで、うん、ぜひ通して見ていただきたいと思いました。うん、はい。はい。なんで、なんだっけな、このね、ちょっと監督とかね、そういうのが全部韓国語で、全然よくわかんなかったんですけど、うん。このクエダムってのはどういう意味なの？そもそも。クエダム自体が都市伝説っていう意味っぽい。ああ、そうなんだ。はいはい。じゃあ、重複してんだ。そうそうそう。禁断の都市怪談。うん、だから都市伝説使いたくなかったんじゃない？ああ、そうなんだ。禁断の都市怪談ってわざとしてるもん、ね。都市怪談ってね、うん。っていうね、クエダムっていうやつがありますんで。うん、面白そう。まあ、ぜひちょっと、ホラー好きの方はね、見て。うん、で、あの、日本と、その、韓国の違いみたいなのを楽しむといいかもしれないですね。いいですね、ホラー感を、ね、評価するっていうんじゃなくて、うんうん、こういう風に落としてくっていうところを楽しんでいただきたいという。はい。まあ、そんな作品でございました。ぜひ、ネットフリックスでやっておりますので見てください。我々ですね、うん、サブチャンネルもございまして、そちらは、あの、トシミナティチャンネルというラジオ形式をやっていただいております。はい、まあね、こちらもチャンネル登録をお願いいたします。はい、お願いします。はい。で、あと、1億人登録を目指してやっておりますけれども、うん、我々ですね、うん、まあ、さっきちょっとね、本編でも話したんですけど、うん、脚本山ほど書いたんですけど、うん、使ってねやついっぱいあるんで、そうですね。それをなんかちょっと有効利用して、こういうの作ろうかなと思いますよね。動画にしてね。うん。うんうん、でクエダも日本版つけちゃおうかな、みたいな、うん。そんなのもいいんじゃないかと思っております。うん、ぜひ。皆さんご協力お願いいたします。それはもう1億いかないでやりましょう。はい、すぐにでもね。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。